こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか雅子皇后に懸念される新たな症状とは、お出ましの後は生活リズムが狂ってしまう。立て続けに、苦言。天皇皇后両陛下は、8月21日から30日まで栃木県の那須御用邸で静養された、猛暑いまだ山ぬり。 ご公務の合間を縫って休息なさるのも、また重要なお仕事であるのだが、懸念されるのは雅子皇后のご隊長である。現に、今回のご専用でも、異変、が生じており、前後編の後編、前編、6月の英国語訪問前からお疲れのご様子が、雅子皇后の現在のご隊長、当日になってもコンディションが見通せないままの、綱渡り、 では、8月下旬の那須御用邸のご西洋で見られた異変について報じた猿皇室ジャーナリストが言う。今回のようなご西洋とは事情が異なりますが、雅子こさまのご体調が元で事務方の仕事が滞ってしまうケースは以前にもありました。例えば2013年4月にあったオランダ国王の即位式に皇太子ご夫妻当時、 が招待されたのですが、雅子様さまのご体調が見通せず、回答期限を大幅に過ぎてもご出血を表明できなかった。そのため町全体を巻き込んでの騒動になりました。この時は区内町ナンバー2の次長が会見で、一日も早く出血を決めていただくよう、ご夫妻にはお願い申し上げている。戸口にし、その3日後にも長官が、回答期限も過ぎており、 閣議了解の手続きも必要、と述べるなど、立て続けに、苦言、を呈していたのだった。ご夫妻揃っての出席が正式に決まったのは、ご出発の9日前。結果的には、政子様さまにとって11年ぶりとなる海外公式ご訪問が実現したのです。先のジャーナリストはそう振り返るのだが、ご体調が及ぼす影響は、かように甚大である。 生活のリズムが、区内庁関係者が明かす、大事な行事当日にご体調のピークを合わせられるよう、皇后様は数日間かけてコンディションを整えられています。ただし、そのお出ましが終わった後はお疲れが残ってしまう、なかなかお休みになれないなど、少なからず生活のリズムが狂ってしまうのです。かねて懸念されてきた、昼夜逆転。 今も恩味をいらち、さいな、んでいるというのだ。適応障害からの回復過程にあられる雅子様さまは、睡眠症抗体症候群、ではないかと推察されます。そう指摘するのは、精神科医の方がたまみしである。これは、望ましい時刻にお休みになったり起床されたりという活動が工場的に困難になり、未明や明け方になってようやく入眠できるという状態。 ご自身にとって重要なスケジュールが控えていても、なかなかお体が順応せず、午前中は疲れやすく、眠気や頭痛などに襲われることがあります。そうした状況を改善するには、決して簡単ではないと思いますが、希少なさるべき時間に強い光を浴びていただくのが一番効果的です。このままでは良くない、という強いお気持ちのもと、 まずはお部屋のカーテンをお開けになるだけでも、ご体調への効果は少なからず現れることと思います。当時とは異なる要因が生じているのでは、もっとも、周囲の過度な期待が返って逆効果となるのは言うまでもない。皇室制度に詳しい静岡福祉大学の小田部裕二名誉教授は、雅子様さまは平成の時代、バッシングもあって体調を崩されてしまいましたが、 現在は当時とは異なる要因が生じているのではないでしょうか。としながら、現行の皇室転半に則れば、今後は秋市の飲みやけに高等が移っていくわけですが、国民の間では愛子さまの人気が根強い、こうした状況をご覧になるにつけ雅子さまは、セロンとの間で板挟みになられ、心苦しいお気持ちを抱かれているのではないでしょうか。それがひいては、 ご体調にも影響しているのだと思われます。前編、6月の英国語訪問前からお疲れのご様子が、雅子皇后の現在のご体調、当日になってもコンディションが見通せないままの、砂渡り、では、8月下旬のなすご予定のご西洋で見られた、異変、について報じている。さて、これについて日本の人々は、どのように反応したのでしょうか その一部をご紹介します。皇后雅子様の体調が優れないというのは心配ではありますが、皇后様といえども生身のお体、体調不良になることもあるでしょう。ここは根拠のない推測やましてや、診察して確定診断がついたわけでもないのに推察の息を出ない病名を勝手に記事に載せるとか、悪意を感じます。 もし睡眠症抗体症候群とやらが違っていたらどう責任を取れるのでしょうか。それに10年以上前のオランダ国王の即意識の話をわざわざ蒸し返すとか、この記事の意図しているところが全く理解できません。今思えば、同じような状態でも、昔、年の宮様の付き添い投稿など、やってあげたい。やるぞ。 というようなことが皇后さまにも良い方向へ向かうきっかけになっていたのだと思う。年の宮さまが大人になり、やってあげたい、やらなければ、と思われることが少なくなり、体調を崩しやすくなっているとすれば、例えば午前中に皇后さまのお好きなやりたいこと、やりがいのあることをルーティンにして差し上げることができれば、本来向上心の高い皇后さまだから、 良い方向へ少しずつ向かっていくことができるのでは、小さなお仕事で、なおかつ皇后様にしかお出来にならないようなことがあればいいのに、このような記事を書いたり、載せたり、は必要でしょうか。しかも誰がリークしているのでしょうか。このようなプライバシーに関わることを簡単に公害され、掲載されることが、一番良くないのではと思います。 皇后陛下の周囲への不信感を高める結果となり、さらに不安感が募ってしまうのではと思います。昨今では様々な病への理解も深まりつつあるので、こんな風に簡単に他の方のプライバシーについて詮索したりすることは、一般人同士でも控えるようになってきている気がします。発行、閲覧数を稼ぐためにこのような記事を書かれるのはいかがなものかと感じています。 記者さんご自身が同様の記事を書かれたら、一体どんな思いになるか、という気持ちに立ち返って、思いやりのある記事をお願いしたいと思います。我が子も10年以上、適応障害など心の病を患って生活をしてますので、雅子様さまの状態が想像できますよ。本人自身が、このままではいけない、という責任感と、前に進みたい。 頑張りたいという気持ちが強く、周りが、ゆっくりでいいんだよ。大丈夫だよ。休んでいいんだよ。と声をかけても、そうじゃない、と動かない体を引きずるように学校に行こうとする。行く日もあれば行けない日もある。どう転ぶのか一秒先さえ、わからない生活です。体調が優れないから今日は休むと言ってくれたら、わかりやすいんですが、なかなか本人の口からは、 その一言が出てこないもんなんですよ。患ったことがある人にしかわからない。想像を絶するような時間が家の中で流れます。経験のない人は戸惑うかもしれませんが。普通、いや、正論。では解決しない様々な症状や行動が日常生活の中で毎日あります。回復途中なのに頑張って外に出る。要人とのやりとり。笑顔でお手振り。 カメラ、もろもろのレベルの高いやるべきことをこなしたら、心身ともにお疲れになるのは当たり前。できた、という安堵感。あれでよかっただろうか、という不安。病気でなかったならもっとうまくできたのにという焦燥感。それに神経だって何日も高ぶるのでは、そんなすぐに日常生活モードにはなれないと思う。すごく頑張ってほぼ完璧にこなしたからこそ出るお疲れ。 ゆっくり休んでいいと思う。文家が不人気なのは都合に応じて立場を使い分け美味しいと小取りしようとするからで、本家を支えるのが役目のはずの文家が自らの不始末が原因で皇后様に辛労をかけているとしたら本末転倒だと思う。記事はご不調の原因となっている文家を賛美ばかりせずむしろその問題の方を取り上げるのが筋ではないかと思いますが、 忖度と偏りのない公平な視点で記事を書くことが大切だと考えます。大谷選手があれだけ活躍できるのも十分な睡眠だと思う。年齢的に睡眠の質が悪くなり起床時から疲労感がある。昼寝できたら回復して夜の方が顔色も良くなるから午前中の不調は同世代あるあるかも。長く眠れなくなってきているから、分散でもなるべく休まれてほしい。 お薬に頼らずリラックスできる音楽などで心地よく寝落ちされたら良いのですけど、せっかく回復傾向に進まれていたのだから水を差すような記事もご負担になると思います。心の治療は一進一退を繰り返すだろう気質だからこの先もコントロールしていくしかないのかもしれない。天候や情勢など乱すものは続いていくでしょうからお互い乗り越えたいですね。現行の皇室天板に乗っとれば、 今後は秋市の飲み焼けに口頭が移っていくわけですが、国民の間では愛子様の人気が根強い。こうした状況をご覧になるにつけまさま様は、セロンとの間で板挟みになられ、心苦しいお気持ちを抱かれているのではないでしょうか。それがひいては、ご体調にも影響しているのだと思われます。というコメントの通りであり。 この記事を含めまして皇后陛下の体調を安静にさせるためには、周りが静かにして見守る形が一番なのではないかと感じます。いくら、次の自民党総裁が男系男子を継続させると言っても、国民の大多数は、愛子天皇を望む以上、愛子様は結婚することもできず、中ブラリン状態になってしまう。だからといって大多数の通り天皇になっても、 天皇の大変さは十分にわかっておられるし、愛子様のお子様は女系天皇になるため、また仏義になる、母親として娘の将来を考えると、不安しかなく、精神的に参ってしまうのも仕方ないくらい辛いことだと思います。次の自民党総裁は、責任を持ってこのことに決着をつけることができる人でなければ、少子化対策や経済より、 責任感さえあれば簡単にできることだと思います。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。